系の中心人です。ここはなんか情報系の人がいて、こうバイオ系の人がいて、いろんなバックグラウンドを持っているんですけども、厳密にはセレクター系の中でも、バイオインフォというか、情報系も少しかじっている、学科に所属しています。で、この DBCS と初めて、関わらせていただいたのは、探してみたら意外と古くて、2008年の1月3日に、今のアジャックス、68です。なんか1、ほぼ1っていうのに、こう、ツイッター上でこの告知を見て行ったのが最初で、で、ツイッターで告知を見て行って、で、それを、講習会の様子をブログに書いたら、それをツイッターで補足されて、でツイッターでバイトに誘われて今に至るっていう経緯で、アルバイトをしています。で、今までやったことは、横断検索っていうサービスの、データをクローズしたり、あるいは統合 DB を、いくつか作ったりして、一番最近までやっていたのは DB カタログの整理で、今日お話しする話です。で、最近は、データベースカタログの整備は、この3月までで、一段落なんですけれども、これから4月からは、何をするかはちょっとブログに書いていきたいと思っています。で、じゃあデータベースカタログ、データベースを網羅するお仕事のデータベースって、いろいろ意味ありますけど、じゃあどういうものなのか。生命科学におけるデータベース、塩基配列だったり、タンパク質の一体構造だったり、会社のパスウェイだったり、組織や細胞の画像、あるいはパブメドなんかの文献情報、いろんなタイプのデータベースがあって、1万以上の全世界でデータベースが存在、データベース、DBCLS 調べというふうに言われています。めちゃめちゃ多い。いろんな有用なこうデータベースがあるんですけれども、こうちょっと多すぎて、どうやってどこにあるか分からない。どうやって使ったらいいか分からない。あるいは、そのデータベースの、構築、どうやって作られているか、あるいは検索の仕方なんかもバラバラで、いちいちその使い方、調べ方なんかを、調べない、覚えないといけないわけで。で、データベースにその信頼性の高いアノテーションがついていないことがあったりとか、あるいは、そのプロジェクトを、たくさんの予算をかけて、作られたプロジェクトの成果の公開が不十分だったり、こういろいろな問題点があって、DBCLS の全体で、これを一つ一つ潰していこうと。でその中で、どうする、一箇所にまとめたらいいんじゃないかっていうのが、データベースカタログだったり、こう一度に検索すれば便利じゃないっていうのが横断検索っていうサービス。で、信頼度の高いアノテーション、そのアノテーションをつけようっていうのは、例えばカズサアノテーションっていう、これはサービスがあったりとか、あるいはプロジェクトの成果公開を簡単に、予算をつけて、実験データがたくさん出て、でそれを、公開するのに、ウェブページを作ったりするのが大変だけれども、統合 DB っていう DBCS のサービスを使うと、CSV 形式のみたいな、実験データを簡単にアップロードするみたいなサービスもあります。で、こういったいろんな、サービスで、一応目元気って書かれてこない。この中で今回は私が今までやっていたデータベースカタログについてちょっとお話しします。こういうアドレスで、DBCS のトップページからもアクセスできるんですけども、こう新着情報、ここに最近登録されたデータベース、大体今、800件以上が収録されています。で、これ、どの時に使えばいいかということなんですけれども、自分の専門分野以外のデータベースを探す時に、役に立ったりします。僕なんかは、配列解析をやったりもしますが、その画像を、細胞の画像でのデータベースを知りたいとか、あるいはタンパク質の立体構造のデータベースを知りたいっていう時に、
一般的にどういうデータベースが使われているのかっていうのは、Google にちょっとググっただけじゃ分からなかったりするので、一覧にリストになっているものがあると思います。で、まあ、使い方を知りたいときは TOPOTV っていうのも宣伝されています。で、あとは個別にいろんな DB が、そうなんですね、こう今、休止中がいくつかサーバーを落としている関係、停電、節電でサーバーを落としている関係の中で、止まっているデータベースなんかもあるんですけれども、一つ一つのデータベースにアクセスしなくても、一覧でどれが動いている、どれが止まっているかっていうのを分かるっていうのは、一つ、利点で。でこれは具体的にどうやってデータベースのカタログの中に、新しいサイトを追加したのかということなんですけども、一つは、まあ、自分の知っているものを個別に一個一個登録する。で、論文を読んで新しく作られたら、それが論文で紹介されたりしますけれども、それを登録したり。あるいは、NAR データベースイシューっていう、NAR っていう雑誌の、まあ、年1回、1月に、データベースをこの特集号を作るんですけども、そのウェブページをクロールしてまとめて追加っていうこともやりました。プログラミングはもともとはほとんど知らなかったんですけど、その時に勉強しながら覚えたりしました。 NAR っていうこういうサイトがあるんですけども、こう2011年なんか18年目だそうです、データベース一周っていうのは。で、データベースの数も、数がこう膨大になっていて、特別そのこう専門の、まあ、雑誌というか特集号みたいなものが重宝されている。で、まあ、一覧にしたり、どういうものがあるかっていうのを把握したいっていう需要が大きいということです。で、で、これは何かというと、これは、今年度私がやっていたことなんですけども、これは日本の、文科省、経産省、農水省、厚労省ってあるんですけど、いろんな家庭費の予算だけじゃなくて、いろんな予算で日本の国のデータベース作られているんですけども、これは厚生労働省のデータベースだけを一覧にしていた、検索できるシステムがあったんですけど、厚労省のものはここから探せるけれども、他のものと一緒になっていた方がやっぱり便利ということで、この4つの省庁のデータベースをちゃんといくつあるのか数え上げようということで、今まではここのしかリストアップされてなかったんですけども、まあ、90個ぐらい、探して、これは、何気に半年ぐらい、一個一個調べて、半年ぐらいかかってしまったんですけども、これを今年度はやりました。で、すごい、で、もう、いきなり、こう、ま、そろそろ終わりに近づいてきてしまったんですけども、データベースカタログの整備、1年半ぐらいやってました。で、それで、数、収録している数なんかも増えて、カテゴリーを、分類もちょっとずつ、より分かりやすい分類をするようにとか、いろいろ作業もしてたんですけども、やっぱり、ちょっとまだその不満がいくつかあって、もうみんなに使いやすいようなものを、作りたいところで、いくつかこれからデータベースカタログがこんな風になっていったら、もっと、みんなさんに使って、皆さんに使ってもらえるんじゃないかなということを、半分こう妄想なんですけども、半分は実際に、動いています。用語や項目を整理統一させたい。データベースっていうものを、人に説明するときに、人に説明したり、あるいは、説明文を書いたり読んだりするときに、
ジャンルだったり、用語だったり、そういうものが統一していた方が、便利です。あるいは、もう一点は、現在データカタログの収録数は約800、NAR というさっきの雑誌で紹介されていたのは、2000程度ありますが、そんなにたくさんあっても全部把握できない。たくさん収録されているけど根幹となるようなものをどれかっていうものを、絞って示していけたらもっと便利になると思います。で、用語や項目を統一させたいっていうのは他にも、思っている人がいて、BioDB Core っていうワーキンググループがあります。まあ、何のこっちゃっていう感じなんですけども、データベースを17の、これは、Core の項目、17項目で記述しよう。どういうことかっていうと、どういう名前だとか、どういう URL でアクセスできるかとか、作った人の、問い合わせ先だとか、あるいは、まあ、そんないろんな情報があるんですけども、こういう項目で整理して、説明するっていうことをできめたらいいんじゃないかっていうことをやってる人たちがいます。で、もう一つは、MIBI っていうなんかこう、ミニマムインフォメーションコアバイオロジカル&バイオメディカルインベスティゲーション。こう、まあ、生命科学の研究なんかに、役立つ、最低限というか最小限の情報ソースは何か。なんか他の、ここに書いてないものはいらないっていうことではなくて、これが、その、まあ、根幹というか基本的な部分じゃないかっていうものをリストアップしようっていうプロジェクトで、これも、まあ、便利なんじゃないかなと思っています。で、その、この、ちょっと戻るんですけど、このデータベースを記述する項目は、まあ、こういういろんな項目を取り決めて細かくデータを追加していったらもっと便利になるんじゃないかっていうことなんですけど、ここでやってるデータベースカタログもメタデータっていう、こういろんな項目で整備し直して、情報を発信していこうということをやっています。これは来年度以降こうデータベースカタログが使ってもらえやすくなるために多分作業がされていくんじゃないかな。これからパワーレイになる人が実際にこれをやるかどうかは全く分からないんですけども、1年ちょっと今年やっていたのをこういうことだ、今年僕がこういう仕事をやっていたっていうのを、短く簡単に説明していました。ネタがない。最後になりますが、TBCS のスタッフの皆さん、Twitter アカウントが書いてありますが、牧場の家畜のこう、時に優しく、時に厳しい。